MLB ・藤浪慎太郎投手、1人の打者しかアウトを取れずに降板、しかし2つ目のホールドを達成。伝統にもかかわらず、2人連続支球を与える。内角の高めの球で打者が転倒する、MLB ・藤浪慎太郎投手、プルワーズ戦で敵地にて4番目に登板し、3分の1イニングを無安打無失点で投げ、2つの支球を与えました。 ミルウォーキーでの試合、アスレチックスがブルワーズに8対6で勝利、日本時間12日、アスレチックスの藤並慎太郎投手は、11日、日本時間12日、二敵地でのブルワーズ戦で4番手として登板しました。チームが2点リードの8回にセットアッパーとして役割を果てたしましたが、1人の打者をアウトにすることしかできず、2人連続で支球を与えたため、降板となりました。アスレチックスは8の6で勝利し、藤並投手は2つ目のホールドを記録しました。 イエリを先頭に2球で2ゴロに仕留めたが、次のウリアスの打席では内角高めへの100球を投じ、打者が転倒する場面も見られた。結局、死球を与えてしまい、次のシングルトンにも直球で4球を与え、交代となった。最速は99.3マイル、約159年8月木口で、14球中のストライクは5球だった。救援に入ったラプレディは、後続の打者を抑えて失点を許さず、3分の1イニングで無安打無失点。 2つの支給を出す内容でした。彼の防御率は11、12となりました。これは今季3度目の連投であり、前日の10日、同11日には同点の9回を1回無失点に抑え、チームトップの今季3勝目を獲得していました。防御率がこんなに低いのに、メジャーリーグのステージで鳴る子をし続けて、チームの勝利すらトップクラスだなんて、本当に面白いね。藤波はメジャーリーグの舞台でさらに魅力を増しているよ。 かなり昔の話ですが、当時、ブーマーという三冠王打者がいて、彼は言っていました、160キロの速球よりも、東尾の制球力の方が怖くて打てないと、記憶があるのですが、もしかしたら少し違うかもしれませんね。やっぱり、制球力は投手にとっても打者にとっても、速球よりも多いような要素なんですね。日本のボールですら抜けることがあるのに、それよりもさらに滑りやすいと言われているメジャーリーグのボールに対応できるわけないでしょうね。 ただ、藤波が幸運だったのはアスレチックスと契約したことですね。もしヤンキースだったら、もうすでに他のチームでもマイナーリーグに降格している可能性もありますが、アスレチックスはラスベガスへの移転時にチームの構築に頭を抱えているんです。失礼な言い方になりますが、今年のなる勲についてはもう諦めているのかもしれません。ただし 藤並の代理人がボラスであるため、もしかしたら彼自身の同意が必要なマイナーリーグへの攻殻やトレードなどのオプションがあるかもしれません。日本での時代から、藤並の請求力の悪さは広く知られていました。ボールが抜け落ちることもありました。ただ、急速があったため、日本の打者や高校生相手には一定程度の制御ができたのかもしれませんね。 コントロールを完全におろそかにして速球を投げようとしすぎた結果、実際にメジャーリーグに進出できたことはすごいですね。挑戦することは重要ですが、その結果は本人ガーバンよく理解していたはずです。もしかしたら通用する可能性があると思っていたのかもしれませんね。3勝という数字にはチームの首位に驚いてしまいます。しかしながら、負けの数もチームのトップに並んでいるという事実は変わり。ません。 無の投球回数が3位であることも理解できません。ネガティブな統計データを基準にして、アグ軍の投手陣を整理すると、大抵藤波選手が上位に位置しますが、それでもなお、チームは藤波選手を必要とせざるを得ないぐらい事情があるようです。藤波選手は、ある意味で良いチームを選んだと言えるでしょう。彼が投球の質を向上させるために、積極的に起用されることを願っていますが、それは難しい課題ですね。 勝利やホールドが記録されたとしても、それはチームメートのおかげなのです。藤波投手の実力は、予し球数と防御率が証明しています。アスレチックスという明らかな再会、無でありながら、しかもメジャーリーグに残る契約を結べたのは、藤波投手が登板することがあるからです。今後も実力に裏付けのないキシャープが増えていくことでしょう。それに対して一喜一代しても何の意味もありません。 藤投手が自身の記録に喜んでいるのであれば、それは彼自身の自由ですね。相手のバッターがデッドポールで怪我をすることは絶対に引けなければならない。プロの投手として、最低限守るべきレベルをしっかりとクリアしてほしい。ただし、全力で投げるけど、ボールが外れて向こうに飛んでしまったら、きちんと避けてくださいという考えで投げるのは、プロとは言えません。相手のバッターに顔を負わせるのはタイにやめるべきだ。 プロの投手としては最低限のレベルを維持することが求められます。ただ単に全力でぶん投げるけど、ボールが外れて向こうに行ったらちゃんと避けてねと思って投げるのはプロの姿ではありません。相手のバッターに怪我を負わせることは絶対に許されない。プロの投手として最低限の水準を維持することを期待しています。ただし、全力で投げてもボールが外れて向こうに行ったらしっかりと避けてほしいと思いながら投げるのはプロらしくありません。 まあ普通なら自らマイナーオチを申し出てもおかしくない状況だと思いますね昨年の阪神時代よりもひどい状態に見えますむしろ元に戻ったような感じです日本ではそれでもコーチや周りの人たちが懸命にサポートしてくれますがそういった環境もありませんただそれも自ら望んだ結果なのでどうしようもありませんがこの状態で投げ続けることはある意味で鋼のようなメンタルを持っていると思います 事態が悲劇的な展開を迎える前に藤並を投板させることは避けるべきです先日の試合でも右打者の頭部付近を外してしまいましたし今回も内角で高めの球で打者をひっくり返してしまいましたぜひ考えてみてください160キロ以上のスピードボールを投げる投手の球が頭部近くに迫ってくると恐ろしくて正常に打席に入れないのです 日本においては、エキシビションマッチでは、多くのチームが藤浪投手が登板する際に右打者を起用しない方針を取り、また、ある外国人選手は、がピッチするときはゴーに出ないと発言した。メジャーリーグに進む前から、このような事態は予測されていた。真剣に請求の問題を修正し、克服しようとする気持ちは感じられません。2 ダンモーションほどではないものの、わずかに左足で調整しているようですが、相変わらず右腕のブリリが大きく、後ろでボールの握りが分かるほどです。安定したりリースポイントで投げるために、後ろを小さくするべきです。結果として、スピードが少し落ちるかもしれませんが、請球ができればと思うのですが、そんな取り組みは見受けられませんね。ダルピッシュ投手や大谷投手も、日本時代より後ろの振りが小さくなっているように見えます。 連鎖だけでは通用しません。勝ち頭になったり、結果を残せるようになったという見方もあるけれど、正直なところ、バッターはこんなピッチャーの前に立ちたくないでしょう。至急で選手生命が終わったり、当たり所によっては命にきわることだってある。だったら三振して終わった方がましだと思うでしょう。そんなことでは野球とは言えません。藤波選手の投げる球は、本来の投手のスタイルではありません。投手には、微細な請球の差が求められます。 しかし、彼の球はあまりにも大きくそれてしまうことが多すぎます。監督やヘッドコーチ、フロントなどは、早急に判断を下すべきです。もはや彼を野手に転向させるべきだ、と、何度も言いますが、危険球が著しく増えています。このままでは事故、トラブルを含めて、が起きる危険性があります。参勝を挙げていると言っても、 2ホールドを達成したとしても、中継ぎで手に入れたような勝利であり、1つのアウトしか脱えずに2つの支給を与え、打者が転倒した結果。防御率は2桁に達しており、これでは実績が通用しているとは言えません。高級であり、しかもブロのレベルで、それも5を即派の場。5、それはまさに狂気と等しいものですから、相手だって生活があり、いつか取り返しのつかない事態になれば、大変な事態に発展し、立ち直れなくなる可能性があります。 藤選手のためにも、現在の彼の状態では、マウンドに上げることは非常に危険だと思いますが、打者にとっては、160キロのストレートがどこに飛んでくるか予測できないとなると、恐怖になるでしょう。いつか、頭部など危険な箇所にボールが当たる可能性があると思うと心配でなりませんが、そのような場合に危険性のある投手を起用している監督には責任が及ぶかもしれませんね。 アスレチックの監督は、負けが込んで今シーズンの巻き返しは無理だと判断しています。球団が高額で獲得したこのような投手の起用は、当てつけのように思えてなりません。好意的に考えれば、彼らにチャンスを与えようとしているかもしれませんが、それに応えられない藤並の姿は情けないです。今にも死球が相手に命中し、大乱闘が起きる可能性さえあります。心配です、1イニング限定で投げさせて、ランナーをためたらすぐに下がり、バンさせる。 アススレチックがが藤のの使いいい。方を真似しているのが面白い防御率が10を超えるような数字で2桁勝利を達成すれば前代未聞の記録となるだろうからぜひ挑戦してほしいここまで話題を提供する選手も珍しい藤浪と対戦する打者は危険すぎて辛い思いをしているはずだけどパッターボックスに入りたくないなぁ力強いボールに通たれば命に関わるかもしれないしピッチャーとパッターは信頼関係があると思いますよ 自分のほうに投げても曲がってストライクに入るはずと信じていますが、信頼が崩れると、ただ恐怖しかありません。